ミゲル・フレータ、ミゲル・フレータは、スペインのテノール歌手。活躍期間は短かったが、そのドラマティックな性質と、劇的な表現で知られた。1926年、ジャコモ・プッチーニの遺作、トゥー・ランドット世界初演時に、カラフ、王子役を歌ったことでも有名。スペイン北東部、アラゴン地方のウエスカ県に生まれる。農業に従事する傍ら11歳から声楽を始め、 1917年、20歳のトキサラゴサで初舞台を踏む。さらに、バルセロナのリセウ劇場に併設された、リセウ音楽院で声楽のみならず、イタリア語、フランス語なども2年間学び、やがて活躍の場を求め、イタリアに移った。リッカルド・ザンドナーイに認められ、1919年、トリエステで上演された彼のオペラ、フランチェスカ・ダリミニ・パオロ役で、 本格的なデビューを飾った。フレータは続く3年間を、イタリア各地、およびウィーン、ブタペスト、プラハ、ワルシャワといった、東欧圏の劇場で歌い、ジョルダーノ、アンドレア・シェニエ大名役、プッチーニ、トスカカバラドッシ役、レオン・カバンド、ドーケシカニオ役、ベルリ、アイダラダメス役、ビゼー、カルメンドン・ホセ役といった、スピント系、ドラマティコ系の演目を披露した。 1922年2月には、ザンドナのイの新作、ジュリエッタとロミオ世界初演でも、主役を総称した。1923年から25年にかけては、当時世界最高のギャラを払っていた、ニューヨークメトロポリタン歌劇場にも招かれ、ジーリ、ラウリ・ボルピ、マルティネッリといった創生たる、イタリア人、テノール人にごして、トスカ、アンドレア・シェニエなどを歌い絶賛された。 1925年からは、古国スペインと隣国ポルトガルを活動の中心とする。世界各地で絶賛された30歳前のこの若き、テノールは、本国では耳に出るもののない大スター扱いであり、彼は、巨万の富を入手した。1926年11月5日、バルセロナリセウ劇場でのカルメン公演では、当時世界的にも、 例の少ないラジオによるライブ中継がスペイン全土に行われ、アリア、花の歌の際には他の歌劇場にもフレータの声が流されたという。ただ、この頃のフレータは求めに応じてスペイン各都市劇場を点々と歌い回り、舞台が連夜に及ぶこともしばしばだったという。この生態の酷史が後になり響くこととなる。1926年4月26日、 フレータは、アルトゥーロ・トスカニーニによって、トゥーランドット世界初演のカラフ役に抜擢される。これは、ジーリ、ラウリ・ボルピ、マルティネッリ、そして、トスカニーニのお気に入りだったペルティーレなど、イタリア人テノール間の役柄争奪戦の収集がつかなくなったための苦肉の作という見方もあったが、ともあれこの世界オペラ界に注目されたイベントで、歌えたことは、 フレータにとっての栄光の瞬間であった。しかし上述の出演方がたたってか、この1926年頃からフレータは、聴衆が自分により、好意的なスペイン国内、中南米での出演がばかりが増え、またオペラより生帯への負荷の小さいサルスエラ、あるいはリサイタルへの出演が増加する。1929年にはこれも当時では珍しかった、世界一周ツアーも観光され、 日本、中国、メキシコ、グアテマラ、キューバ、プエルトリコ、カナダの各国で歌っている。うち日本では1929年11月23日と26日の両日、東京、帝国劇場でリサイタルを開催したと記録にある。しかしこのツアーも、金銭的には、見入りが大きかったが、彼に必要な生態の休養を与えてくれるものでは、なかった。 1930年代に入ると、古国スペインの政治状況は混迷の度を深める。王党派、共和派そしてフランコ将軍率いるファランヘトの、いずれもが、スペインの芸術的英雄であり大スター、フレータの名前を利用しようと画策した。フレータ自身は、政治的にはよく言えば中立、悪く言えば無定権であり、政治の崇勢に従って始め王党派支持を、表明。 1931年の革命で、共和制となると、同政権支持に倶替えした。人民戦線政府は彼を、マドリード音楽院の声楽教授に、任命、一説には、文化大臣的地位も与えようとしたとも言う。しかし、スペイン内戦が勃発、音楽教育への予算が大幅カットされるに、及びフレータは、人民戦線側を批判、ファランヘ島へ再度倶替え、 ドーハの戦費調達目的コンサートへ出演するなどした。ただし、この頃すでにフレータの健康状態は悪化しており、常に疲労を訴えていた。正確な病名は不明だが、腎臓病の一種ではないか、と考えられている。1938年5月、彼はラ・コリューニャの邸宅で40歳の若さで死去した。その死についても、ファランヘト側は、 人民戦線勢力による政治的暗殺であるとの説を唱えるなど、彼の晩年は政治に翻弄される日々だったと言える。ありがとうございます。